まあ難しい試合ではあったんですけど、まあ最後やって、まあ本当にこう僅差で最後勝ち切ることができて本当に嬉しいですし、中国選手に勝ったことがなかったので嬉しい気持ちでいっぱいです。はい、まあ点数は気にせずに本当に目の前のやることだけに集中して試合をしていたので、あまりマッチポイントは記憶にないですね。はい、まだ試合が終わってないので、まあ、準決勝をしっかりまた一からこう気持ちを入れ直して頑張りたいのと、まあ、本当にこう私に関わる全ての方が対中国に対してこう必死に私と同じ気持ちでいつも戦ってくれてたので、もうその方々に少し恩返しができたかなと思うので、また明日もう一回勝てるように頑張ります。